7つの初期の歌は、アルバン・ベルクの歌曲集である。ベルクがまだ、アルノルト・シェーン・ベルクの弟子だった期間の1905年、頃から1908年にかけて作曲された。ベルクが作曲した歌曲は83曲に及ぶが、生前に出版したのはこの曲集と、4つの歌曲、作品にだけであり、その他の作品は死後出版された。まず、 ベルクの作曲家としてのデビューとなった1907年11月7日のウィーン商業組合ホールでのシェーンベルクの弟子たちの作品発表会の夕べにおいて後の第3.46曲が演奏された。その後、改定された1928年に全曲が上演された。シェーンベルクの影響力は濃厚で否定し難いものの、 それとシェーンベルク以前のドイツリートの遺産とが結合されており、リハルト・ワーグナーの情感豊かな表現や、新しい展望を介して、とりわけ、リハルト・シュトラウスの処方に非常に影響されている。ソプラノとピアノ伴奏のために作曲されているが、1928年には、出版と共に改訂され、また還元楽伴奏版も作成された。フルートに、オーボエに、 クラリネット3、ファゴット2、コントラファゴット、フォルン4、トランペット1、トロンボーン2、ティンパニ、大太鼓、タンブリン、トライアングル、タムタム、シンバル、ハープ、チェレスタ、言語部約17分。以下の7曲からなる。夜のハと足の歌スキルフライド、夜泣キューブイスダイのハてがる夢に見た、栄光トラウムゲクラント室内にて、イン、ジマア愛の参加リーベスド夏の日サマーテージ。 ありがとうございます。